今神様がどれほど素晴らしくまたすごいお方であられるかという学びをしてますけども何、えー、といっても、まあ、神は聖書の中では全く完全な聖なるお方として描写されてますね、えー、この「聖」という,う漢字はこれ聖書の「聖」と書きますけども、まあ、どういうイメージが皆さんありますか聖全く清さを持ったお方であられる えー「清い」という、ね、この表現が聖書の中にはありますけども、えー、この「清い」に対して「汚れている」という、ね、これはあの例えば洋服に汚れがついたとかです、ねまあ、そういう例えで表現されることもあるんですけどもしかしこれはわ、まあ、かりやすく言いますと「善」と「悪」という意味において、えー、清さと汚れ、ねえー「清い」っていうのは全く「えー 完全な正義である。このことを聖書の中では義と言いますよね。完全な義のご性質を持っておられる神。そして私たちは不完全な不義と言いますね。不完全な状態で不義。不義というのは罪とも言いますね。そのような存在として、神は完全な義を持った聖なるお方。我々は不完全な不義なる 罪深いものである、ねまあ、この対比がまずあるわけです。えー、そして神だけが完全なる、えー、お方であられるんですが聖書を読んでみるとですね、えー、実は神は私たちにもご自分と同じように清いものとして存在するようにっていうふうに書いてあるわけですね。えー、しかし物理的に私たち人間がね、えー、神のように。 清くなれるということはこれはつまり私たちは自分たちの力では神のように清くなることは一切できないということなんですね、えー、じゃあ聖書を学んだって何も意味がないじゃないかと、えー、聖書のすごいところはですね私たちはそういう状態なんですけども神が あなたをもう一度作り変えてそして最初に神の形に作った時のように、まあ、つまり、えー、神の形のように、えー、聖なる状態にもう一度あなたを作り変えて回復して戻してあげようというのが聖書の契約神の約束なんですよね、えー、ですからクリスチャンは決して、えー、この自分の、まあ、罪を認める中で 諦めたくなることもあるんですけども、それでも諦めずに神様のこの約束にしがみついていくね。まあ、そういうものがクリスチャンライフでないかと思いますよね。えー、例えば、ペテロ第一の手紙の一章の15節、16節をちょっと開いていただいてですね、こういうふうに書いてあるわけです。むしろあなた方を召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて、 聖なななるものとなりなさい聖書に「私が聖なるものであるからあなた方も聖なるものになるべきである」と書いてあるからである、えー、つまり神様は私は聖なる存在であるとそして、えー、私と契約を結んだものも聖なる存在であるべきだと私たちにおっしゃるわけですしかし実際は私たちは、えー、聖なるものではない というのがこの現状なんですけども。しかし、聖なるものでないものがどうすれば聖なるものとなれるか。これが実は聖書の中での真理なんですよね。イエス・キリストの十字架の功績は私たちの罪を許すということだけではないんですね。罪を許しながら私たちが望めば私たちを 清めてて作り変えてくださるとといいいううころまままでで含んでますす、えー、もう一度言いますよイエス・キリストの十字架は私たちの罪を許すためだけではなく私たちの罪を許しさらに私たちが望むならば、えー、私たちを清い、えー、聖なる状態と作り変えてくださる、ねえー、これがキリストの十字架の功績とやわれている部分なんですね。 そしてその功績をしっかりとこの地上でイエス・キリストは打ち立てられてそしてその功績を持って天に変えられてそして私たちが実際そういう聖なるものとなれるように天から私たちを作り変える霊である聖霊を送られるわけですそして私たちはその聖霊の感化によって心が作り変えられていくという 体験に預かることができるわけですねえですから、まあ、本物のねこの真理に触れたものっていうのはねそのようにして精霊によって作り変えられたという経験をすることができるわけですねえ本物の宗教というのは、まあ、そのように生きた体験と経験に満ちた宗教であるということが言えるかと思いますねえもちろんこの神の清めの見技、まあ、精霊の再創造の見業に預かるために ままた私た私ちももやるべきこともありますそれは何かと言いますと私たちはもともと罪を愛する傾向にあるわけです。もっと分かりやすく言いますと罪って楽しいわけです自分を楽しませるために私たちは罪を選ぶ傾向がある。ですのでそのような状態のものが罪を犯して許されたと。許された時には本当に許されるんです。 でもまた同じ罪を選ぶということが人間の弱さなんです。しかし、選ばないこともできるんです。それは私たちの意志の力によって。あ、せっかく神様に許していただいたんだから、ね、えーまあ、先ほどこの器用さと性、ね、と汚れという話をしましたね。言うならば、あ罪を犯して汚れていた状態から罪を許して、 清い状態と作り変えられた、ね。この状態を私は神様からせっかく許していただいたので維持したいというね、まあ、そのような、えーまあ、これは一種の戦いでもあるんです。何の戦いか。私はあその罪を選ぶ傾向にあるのに罪を犯したくないという意志も働くわけです。どちらを私が取るか、その戦いなんですね。えーまあ、このようにして、 私たちの品性が清められていくことは、これはえ簡単なことではないわけです。忍耐力を要するし、非常に意志を強く持たなければならない。そのことに関してですね、一つ引用文をちょっとご紹介したいんですね。関南から栄光へ、下巻の263ページ、264ページに、次のような言葉が書いてあるんですね。清めは一瞬 一時間一日だけの働きではなく一生の働きである弱々しい時たまの努力では間違いを直すことも品性を改善することもできない長い忍耐強い努力と苦しい訓練と断固たる戦いによってのみ我々は勝利することができるサタンが支配している限り 我々は自我を沈めて絶えず付きまとう罪に打ち方ねばならない。生きている限りとどまる場所もなければ完全にやり遂げたと言えるところもない。清めは生涯の服従から生じるものである。えー、ここにありましたように「神が聖なるお方であられるようにあなた方も聖なる者となりなさい」というね そのご命令の中にはもちろん神の契約が含まれているその根拠として神は私たちにそのような投げかけをされているわけですね、えー、そして私たちがもし望むならばそのように作り変えられるというね、えー、その体験に預かることができるわけです、えー、皆さんはそのことを信じるでしょうか私はそのことを信じて日々ですね自分の弱さ自分の罪を選ぼうとするその傾向と戦い続けております しかし、神の素晴らしいところ、すごいところは、このように聖なるお方であられ、それを私たちにも再現してくださる、これ非常に私たちにとっては希望ではないでしょうか。